スマホ太郎。1話から風呂&着替えで最高だった。クオリティが変わってないのがすごくて、ナローアニメの始祖で相対的に面白く感じちゃうのが悔しい。なんだかんだキャラが可愛くていいんですよね。2期はロボット出てくるらしいので楽しみです。以上、スマホ太郎のお話でした。